こんにちは、平山茂です。こんにちは、平山茂です。今日は7月20日火曜日です。現在時刻は1時10分です。皆様本日もお疲れ様でした。今日実はですが、仕事が終わってこの後ですね、夜登山に行くことになりまして、何時に家を出れるか分かりませんけれども、長野県霧ヶ峰の方に向かいたいと思っております。ちょっと私はまだ山登りがそんなに経験があるわけではないので、ちょっと必要なものをララポートで買いたいと思っております。大丈夫ですからね。大丈夫。あなたは絶対大丈夫。あなたは絶対大丈夫。では行ってきます。行ってきます。さあお買い物行ってまいりました。あれ八兵衛、寝ててくださいね。可愛いなあ八兵衛。八兵衛大好きだわ。よし、さあ、今ですねララポートで明日のね霧ヶ峰登山で必要なものを、ララポートのモンベルで買ってきました。こちらですね。何か分かりますか、これ。フィンガーレスグローブ。はい、グローブです。ここが焼けるんじゃないかと。一応もう長袖ハット下もね、日焼けはしないように準備万端なんですけども、手が焼けるなと思いまして、これはね普段の仕事でも使えるんじゃないかなと思いまして、フィンガーレス、まあ、金額は2000円ですね。軍手切ればいいじゃないかと。ごもっともです。こんな感じでこれで日焼けもせずにカメラも持ってこうカメラ触ることができますよと。運転にもいいかもしれないですね。これでいけるかなということです。はい、こちらを本日買ってきました。これで明日の登山もバッチリでございます。明日は霧ヶ峰の登山中にね、いろいろカメラ回してまた YouTube アップしようと思ってるんですが、ちょっと何時にアップできるかは分かりません。ちょっと明日遅くなったらごめんなさい。明日水曜日、登って降りて名古屋に帰ってくる、片道3時間かかるのでちょっとハードではあるんですけれども、楽しんで行ってきます。寝てますということで、また明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。霧ヶ峰。